はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこのランキングをお届けた部屋作りのコツランキングトップ3発表していきますよ。快適に生活していくための部屋作りのポイントを詰め込みましたんで、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツファイティン、どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。部屋作りのコツランキングトップ3、第3位は使いやすいようにしまうです。はい、こちらです。すっきりした部屋が好きな僕にとっては、部屋の中でも収納はめちゃめちゃ大事だと思っています。命よりも大事だと思っています。命よりも大事だと思っています。言い過ぎ。そこまでじゃない。僕は持ち物をさっと取り出せる場所に置くこと、しまうこと、持ち物をいつでもすぐ使えるようにすることを意識しています。収納の中の話なんて部屋作りやないやないかい。見えないからいいってことはないよ。僕こう見えてパンツ一丁でやってるし、でパンツ一丁でやってるし、キモいぞ。すいません。持ち物はちゃんと使うためにある。そして僕は自分の人生に必要だと思うものだけを持って生きていきたい。それがミニマリストになった僕にとってストレスフリーな幸せな人生だから。カッコつけんな。どうだった？カッコついてた？季節物だと使わない期間もあると思いますけど、それ以外で使っていないものは持っている意味がないと手放したくなります。持ち物を使わないということは、それがなくても生活していけるということを証明していると同じなんですよね。なくても生きていけるじゃん。それだといつか手放すだけなので、早く処理したいと思ってしまいます。そんなことが分かっていなかったのが過去の僕です。過去の僕です。毎回すいません。過去の僕は収納を使うのが下手でした。ド下手です。過去の僕はしまって取りづらくして使わないものを増やしていました。収納をパンパンにして、パンパパンパパン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 パパンパパンパンパン荷物を重ねて重ねて、奥のもの取れるわけがない。そして使わなくなる。高くて取りづらい場所にもしまっていました。冷蔵庫の上にも物を置いてたし、押し入れの上の段の奥の奥の方にもしまっていました。もうなんかホコリとかなんかいろいろ怖いよね。一番意味わかんないのが、旅行に持ってくあのコロコロがついてるキャリーケース、あのキャリーケースの中にバッグをパンパンに詰めたりしていました。バックインバック、バックインバックか。キャリーケースなんて出すのもめんどくさいから、使わないっつーの、使えないっつーの、すぐ出せないっつーの、またしまうのめんどくさいっつーの、つーのつーの、つーのつーの本当に意味のわからないことをしていましたね。やはり取りづらい場所に収納してしまうと使わなくなります。持っておきたい写真などのアルバムとか、半年に1回ぐらい引っ張り出してくる季節物の服や布団などは一旦しまい込んでしまってもいいと思いますけど、そうじゃないものは取りづらいところにはしまわない、使うのがめんどくさくならないような場所にしまうのがおすすめです。そういうところを改善していくと快適に生活できる場合があります。今まで不便すぎ。何やってたの？どうしてたのか。物の置き場を決めることは重要なこと。持ち物の置き場も見直してみましょう。はーい、次。はい、どんどん行くよ。部屋作りのコツランキングトップ3、第2位は常に改善できないか考えるです。はい、こちらです。部屋とか家って、家具はここに置く、これはここにしまう、ある程度配置を決めてしまうと、はい、これで完成。もうずーっとそのまま、もっと良くしていこうとか思わない場合が多いんですよね。うちの実家なんて20年前に建てたんだけど、ずーっと変わらない。あの時のまま、留学生の時のまま、良くしていこうとかなかなか思わないんですよね。その状態が最高、そう思っちゃうんですよね。この動画を見てくれている方は、生活のことをちゃんと考えている方だと僕は思っているんですけど、あと優しい方、いつもありがとね。愛まで感謝すんな。すいません。これからもよろしくね。皆さんは部屋作りにおいても改善していこうとしてると思うんですけど、それでもね、まだ絶対伸びしろはあるはず。皆さんの家はまだまだ改善していく余地がある。私の家は完璧な家です。直すところはござあせん。そうやって今思っている方いると思いますけど、あなたの家もまだ改善できるんですよ。あ、そうだったのね。知らなかったわ。僕の場合もそうだったんだけど、皆さんも当たり前と思っている部屋に置いてあるもの、使っているもの、配置など、当たり前と思っているところに実は改善点があるんです。知らなかったわ。僕の家に置いても、洗濯機の上に置いてある棚あるじゃないですか、あの洗濯機ラック、多くの人が使っていると思うんですけど、あれを手放せたり、動画にもしましたけどね、僕は美容師で私服で仕事をしているから服を多く持っているのはしょうがないと思っていたんだけど、当たり前と思っていたんだけど、今は少ないし、他にもあげればキリがないんだけど、6時間ぐらい喋れちゃうんだけど、喋る？うるさいよ。すいません。当たり前っていうのは不便ではないんだけど、なんだけど、ちゃんと考えて改善できれば、さらに無駄がなくなったり、楽になったり、部屋がスッキリしたり、考えればより良くすることなんていくらだって可能なんですよね。こっから見てもあなたの部屋は改善点ばかりです。決め
をつけんな、嫌いにならないで、ヒントがないとなかなか改善点にも気づけないんですけど、そのヒントを僕は発信し続けるので、チャンネル登録をよろしくお願いします。宣伝挟むな。結構ナチュラルだったでしょう今ね。まあ自分の部屋の問題はこの部屋自体なんですけどね。カリスマ性ゼロ、嫌いにならないで。最後に1点だけ注意しておきたいんだけど、部屋作りのことを考えていないのに急にやろうとすると失敗する。ホームセンターとかニトリとかイケアとかフランフランフランとかフランフランフランとか行こいぞ。面白かったね。そういった店に行くとテンションが上がるんだけど、いきなりアイデアがひらめいて何か買おうとしても失敗することが多いから気をつけてね。僕は過去にサイズ違いとかよくやってたよ。いやここ入んないのかい。なんでこれテンション上がって買っちゃったんだろう。こういったミスしがち。自分の生活を楽に無駄なくするために暮らしの改善点を常に意識していきましょうね。あなたに言ってますよ、フランフランフラン好きのイコイズン。はーい、来た。はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。このランキングも第1位を残すのみとなりました。早速発表に移ります。部屋作りのコツランキング栄光の第1位は、わざわざ出しておかないです。はい、こちらでーす。先ほどもお話しした通り、僕はクリスマスは一人です。聞いてねえぞ。そうなんです。そうじゃなくて、僕はスッキリした部屋が好き。だからわざわざ物を出しておかないんですよね。わざわざ収納ボックスを買って表に出して収納しておかない。すぐ取り出せるところにしまっておく。わざわざ出しておかない。生活感も出るしね、部屋もごちゃごちゃするしね。なんでこれを1位に持ってきたかというと、何を隠そう僕は以前見せる収納にハマっていたんですよね。とにかく見せていました。とにかく表に出して見せていたんです。完全に見せたガーリーでした。見せたガーリーちゃんだったんです。なんだそれ、すいません。服や帽子を飾ったり、ギターを並べてみたり、本棚を買ってきて本や DVD を並べていました。最初は入っている量も少なかったのに、本棚を埋めるために漫画を買ったり DVD を買ったりしていた感じがあります。見せたガーリーだったから。でも見せる収納やってる人いますよね。どうですか、あなたに言ってますよ。あなたも見せたガーリーなんでしょ。僕は昔100均のワイヤーネットを買ってきて、キッチンツール掛けを作ったりして、いろいろ並べていたんです。わざわざ見せてね。生活感が出てごちゃごちゃしていて、しかもタイルに吸盤フックをつけてそこにかけていたんですけど、夜中に吸盤が取れてドングドガシャン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 、すごい音。もう逆にいつ取れるか気になって寝れなかったです。落ちてない落ちてない落ちてない。そうやって起きたり、嫌だった。もうあえて物を表に出しておくのはやめましたね。持ち物を絞りながら出しておくのもやめました。収納ボックスとか本棚は場所も取るし、手放した時はそりゃスッキリしましたね。あーすっきりした。絶対にしまわないものってあるじゃないですか。僕の場合はレンジやケトルや冷蔵庫などなんだけど、そういったどうしても出しておくものについてはデザインにこだわっています。常に出しておくということは部屋作りにとって重要なことですよね。お金がかかってもデザインを重視しています。皆さんは部屋作りのこだわりありますか？こだわりがあることはいいことです。ちゃんと考えているということでグッドです。すっきりさせることが一番と、自分の考えを押し付けることはしないですけど、自分や家族が快適に生活できるように考えていきましょう。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日は部屋作りのお話。持ち物は使うために持っている、すぐ使えない場所に置いてしまい込みすぎてしまうために持っているような状態にしていませんか。収納場所にもこだわりましょう。皆さんの家、今の状態で完璧ですか。もしかしたら今の状態より快適にすることができるかもしれません。お家でゆっくりしながらでも改善点を考えてみてはどうですか。物を表に出しておくと手に取りやすい、使いやすい、メリットも多くありますが、部屋のスペースを圧迫したり生活感が出てしまっているかもしれません。収納系のもの、本棚、大物で手放しづらいものもあるかもしれませんが、今よりより良くすることができるかもしれません。めんどくさいかもしれませんが、頑張りましょう。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよ、私も部屋作りこだわっていきますと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。コメントも嬉しいです。これからも僕の動画ぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。